お世話になります、一人でございます。また期間限定レイドイベントが始まりましたので、その情報を共有させていただきたいと思います。今回のテーマはランクバトルの使用率が高いねポケモンとなっております。すでにある情報ではドラパルト、バンギラス、トゲキッス、ドリューズ、エルプーンで、ソードでヒートロトム、シールドでウォッシュロトムとなっております。こんなオンライン対戦環境をね意識したものっていうのは本当すごいですね。これを公式が出すっていうのはマジでいかついですよね。まあ、ということでやっていきましょう。まずは不思議な贈り物からですね。いつもの通りワイルドエリアニュースを必ず受け取っておきましょうと。はい、この通り出てきましたら OK でございます。そしたらレッツゴーさせていただきますという感じで、いきます。多分出現場所はねいつも通りどこでも出ると思いますので、まあ手当たり次第私はやっていきたいと思います。まず1個目いこう。おー紫来た、すごい。これ絶対来るでしょ。なんかあっ、もうおい一番いらねえっていうか捕まえたことねえよこいついらねえわ。はい、じゃあ違うとこ行きましょう。あーダメですね。ほいよ。あ、ドリューズ来ましたね。いきなりこれ来たんじゃないですか。捕まえていきましょうかこいつ。絶対地震とかやってきそうですからギャラドスで行きましょう。はい、ドリューズこんにちはと。あ、ドリューズ型破りですね。これは夢特性ですね。ちょっと今なまったけどなんか変な風に。はい、とりあえずこれ夢特性も出るという感じですね、いつも通り。オッケー、ギャラドスでダイマックスしてぶちかませ。全然食らわねえし。はい、オッケー、勝利かなこれで。ありがとうコータス、ありがとう。おっしゃー、幸先いいね。一匹捕まえたぞ、ちゃんとドリューズ捕まえた。ナイス。でアイテムは経験飴の普通のやつと不思議な飴、バンジの実。バンジの実とかはいつもないから、星のかけらとかもあんまないですかね。特にでもすげえ新しい、アイテムはないっていう感じですかね。はい、オッケー。じゃあドリューズ見ていきましょう。こいつは 5V ですね。なかなかいいっすね。ただ攻撃が低いのがちょっと残念ですけど、まあ強さを見ると、はい、60レベルで型破りの夢特性ですね。これは先ほどから言った通りで、技は地震、アイアヘッド、岩なだれ、角ドリルということで、これ普通にあれっすね、ちゃんとオンライン対戦のやつの、技みたいな感じですね。はい、でテルヤの性格、これはやっぱダメかなっていう感じですけど、まあいいんじゃないですか。でもはい、じゃあもう一回同じとこに入れていきましょう。うわ全然違う、入れていくぞ。え、なにこれ。あー、これあれか、ヒートロトムか。おっしゃ、ちゃんと来ましたね。私はソードなのでヒートロトムっていう感じですね。これは先ほども言った通りシールドだとウォッシュロトムみたいですね。はい、行きましょう。おっしゃ、どうも。まあ今更別に欲しくはないんですけどね。放電耐えろ。うわ、みんなまひってる、しんどいな。ボルチェーン、ボルチェーンなんでやってくんの、チェンジするやついないのに。うわー負けたー、きついなー。放電とかやってくるからちょっとロトムはなかなか厳しいですね。うわーこいつ別にいらないのに。はい、行こう、どんどん行こう。ダメだ、あーダメだね。あー全然違う。あーもうクソ。あー来た来た来た、バンギラス来ましたね。こいつはなかなかいいでしょ。四つ星で出てくるんですね。めちゃめちゃかっこいいじゃんバンギラス。砂起こしということで、こいつは夢特性ではないですね。でも割とこっちの方が使うと思うので、そういう意味でもやはり対戦用のポケモンがちゃんと出されてるのかもしれないですね。初めて巨大マックス怪力使ったわ巨大進撃やっていきましょう。巨大進撃ぶちかませ、ナイス。四つ星なのに6つね壁があるっていうね、いかつさね。やめて、地震とかあるから結構きついかもな、倒すの。味方雑魚すぎんなマジで。あー無理だこれ、勝てねえ。やっぱ地震やってくるからちょっときついっすね相当。まあ、とりあえず次行こう。あーダメだ、あー無理だね。あー来た、ドラパルト、なかなかいいっすね、かっこいいな。三つ星ドラパルトはいかついよね、めっちゃ。ミミッキー初めて使うわここで。オッケー、大フェアリーでぶっ潰せ、ナイスナイス。さすがに三つ星は余裕っすね。はい、オッケー、ドラパルトはちゃんと捕まえさせてくれるいい子でした。相手もやっぱ普通ですかね、こんな感じで。ウイの実とロメの実がちょっとあんまないかな、ちょっとわかんないですけどその辺は。はい、じゃあドラパルト見ていきましょう。あーやっぱ三つ星だから 3V ですね。でそれで、呪われボディ、あ夢特性ですねこいつは。まあ夢特性こいつもあんま使わないと思いますけど、ドラゴンアロー、たたり目、竜の舞、ダブルアタック。まあこれはそんな対戦用ではないですかね。でも竜の舞覚えてるのめっちゃ珍しいですよね多分。で陽気な性格、これもまあ微妙だろうね正直言って性格は。はい、じゃあもう一回入れてこう。あ来た、すごい、エルフン連続で来ましたね。めっちゃなんか確率上がってるような気がしますね、なんとなく。ドリューズで行こう。はい、いいね、エルフンはちゃんと可愛くていいっすね。ダイスチュリー行け、ぶっ潰せ。半分まで行ったねさすがに。はい、おだぶつ、はい、ありがとう。雑魚だねやっぱり。はい、やっぱ対戦のやつはね中ポケはちゃんとね捕まってくれるからありがたいね。相手もやっぱり経験飴、ダイマックス飴、バンジの実、まとまの実、これ初めて見たな。じゃあエルフンはどんな感じかというと 3V ですね。うわマジかよ、微妙だな本当に。あ、いたずら心、これはまあ対戦では一番使う特性ですから、多分特性も多分一番使うようになってんのかもしれないですね、もしかしたら。ガムシャラ、ムーンフォース、毒の粉、追い風、技は全然使わないやつですかね多分。あでもそこそこ使うやつか。でもでテレアの性格ということで、まあ
まあ微妙ですね、正直言って。じゃあ次行こう。あーダメか、こいつ違うか。あーダメだ、あー運悪いね、あー全然ダメだ、あークソだ、あーダメだね。あ、バンギ来ましたね。いつも通り期間限定レイドのとこでちゃんとみんなで挑戦やってね、それでホームボタンを押して例のね時渡りバグをやればちゃんとね別のポケモン出てくると思いますので、私はこれやっていきたいと思います。まあ1日だけ進めてってやつですね。それで戻ってやめるを押して、それでもう一回やるっていう感じだと、期間限定レードのとこだったら他のポケモンが出るっていう感じなんでね、まあ私これやっていきたいと思います。ただ自己責任でやりましょう、やるとしたら。あ、ようやく来ました、トゲキッス。嬉しい、こいつようやく来たから。ドリューズ行こっか。はいどうも、お疲れさん。オッケー、ナイス、いい感じの食らい方ですね。余裕ですね。おいマジかよ、逃げられるとかねえよ。最後ラストちゃんと捕まえて決めたかったのに、最悪じゃんマジかよ。アイテムはやっぱ普通かな。イヤの実とタポルの実とかがあんま私見たことないような気がするけど、わかんない。もう一回やるか一応。あと一体なんか捕まえて終わりにしよう。ダルマ出てきたし。あーくそ、お来ましたね。ただ今この塊投げてないから裏技できないですよね。ダメだね。お、来た。ここでまだ捕まえてないやつ出していこう。バンギ捕まえてないんでこいつやっていきましょうか一応。やっぱ全体攻撃やってくる系はオーロンゲで行った方がいいんじゃないかなと思います。はい、砂起こし。あ、こいつは夢特性じゃないですね。やっぱ特性はバトルに使う特性が出てくるのかなと思いますね、なんとなく。はい、ここで電磁波からの壁張りで行きたいと思います。電磁波で、え、効果ない？え、バンギに、え、電磁波効かないの？あ、そっか、そういうことか。いたずら心だから効かねえんだ。間違えた。だから電磁波食らないっすね。皆さんこれ間違えないでください。いたずら心は悪タイプに効かないんでした。うわぁ、初歩的なミスしたな。皆さん、初めに必ずリフレクターやりましょう。バカしたね、完全に。はい、これでリフレクター貼っていきますと。こんな感じで、最初にやるべきですね。オッケー、何度か倒せた。四つ星でさ、リフレクター貼って、ギリで勝利ですね。おい、マジかよ、せっかく倒したの出た。もういいや。やめよう、もうやめよう。やりたくない、もう。やだ。アイテムはまあ普通かな。まとまの実ってのが私知らないけど、まあ普通じゃないですか。ということで今回エルフンとドラパルトとドリューズゲットさせていただきました。他にもね、冒頭で言った通りトゲキッスとバンギラスとヒートロトム、オシロトム出ますので、まあ、その中でもバンギラスとロトムは多分ね、放電とかあと地震とかやってくるんで本当にきついんで、オーロンゲとかでねリフレクターとか光の壁張ったりしてやるのがいいんじゃないかなと思います。私はもういらないんでめんどくさいんでやめました。まあでも公式がこういう対戦環境を露骨に意識したやつをね出してくるっていうのはすごいことですよね、本当に。ただもう発売から結構経ってるからみんな持ってんじゃね。